しをあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい、大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しいな。今日はごぼうののり塩チップスを作るよ。まずは包丁の背でごぼうの皮を削いでいくよ。斜めに薄くスライスしたら水にさらしておいてね。袋にごぼう、片栗粉を入れて振りながらまぶしていくよ。シャカ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 。揚げ油にごぼうを入れてカリッとするまで揚げていくよ。時々裏返してきつね色になったらキッチンペーパーにとって油を切っておいてね。ボウルに青のり、お塩を入れて軽く混ぜておくよ。揚げたごぼうを入れて海苔塩をよくまぶしたら、ごぼうの海苔塩チップスの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、口をあんあん、おいしいおいしい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 、楽しいな。今日はごぼうとコーンのナゲットを作るよ。まずは包丁の背でごぼうの皮を削いでいくよ。半分に切ったら、また半分に切って小さく切っていくよ。ボウルに鶏ひき肉、お塩、マヨネーズ、薄力粉、コーン、ごぼうを入れてよく混ぜておくよ。フライパンにサラダ油を敷いて、スプーンで形を整えながらお肉を入れて焼いていくよ。火が通ったら裏返してね。ふっくらジューシーに焼けてきたら、ごぼうとコーンのナゲットの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい、大きなお口をあんあん、おいしいごぼうと卵のサンドイッチを作るよ。まずはごぼうの皮を削いだら、斜めに切って千切りにしていくよ。トン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 。人参も千切りにしておいてね。トン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 、トントントン。ごぼうと人参を
柔らかくなるまで茹でたら、ゆで卵をフォークの背で潰していくよ。白身も細かくなるように潰してね。ごぼうと人参、ブロッコリー、マヨネーズ、お砂糖、お醤油、白すりごまを入れたら、味がなじむようによく混ぜていくよ。食パンを半分にカットしたら、真ん中に切り込みを入れて、ポケットにごぼうサラダを詰めたら、ごぼうと卵のサンドイッチの出来上がり。さあ、召し上がれ。今日は鶏ごぼうとひじきの炊き込みご飯を作るよ。まずは包丁の背で皮を削いでおくよ。ボウルにお水を張ってささがきにしていくよ。シュッ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 。炊飯器にお米、みりん、お醤油、だし汁、お水を入れて混ぜたら、ごぼう、人参、ひじき、鶏ひき肉を入れてご飯を炊いていくよ。ご飯が炊けたら、よく混ぜ合わせて、三角おにぎりを握ったら、鶏ごぼうとひじきの炊き込みご飯の出来上がり。さあ、召し上がれ。ごぼうのすりおろしポタージュを作るよ。まずは皮を削いだごぼうをすりおろしていくよ。ゴシ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 。玉ねぎもすりおろしてゴシ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 。ごぼうと玉ねぎが入ったお鍋にバターを入れて中火で炒めていくよ。きれいな飴色になってきたら、お水、お塩を入れて軽く混ぜて、コトコト煮込んでいくよ。牛乳を加えて、かき混ぜながら温めたら、ごぼうのすりおろしポタージュの出来上がり。さあ、
召し上がれ。